今回は未解決の大きなテーマ、重力の神秘を探ります。この動画を通して重力の未知の部分やそれについての深い理解を得ることができるでしょう。早速内容を見ていくことにしましょう。重力とは多くの人が知るような力ですが、その本質や発生原理は実は未解明です。重力といえば、物体が地面に引かれる力、すなわち物の重量が思い浮かぶでしょう。地球上の重力は万有引力と地球の自転による遠心力が合成されたものですが、宇宙スケールでは万有引力としての役割を果たしています。場所や環境によって重力の影響は異なります。驚くべきことに、重力は広範囲にわたり作用しており、私たちの銀河系まで支えています。その作用メカニズムが何百年にわたり解明されていないのは実に不思議な話です。そしてこの謎を部分的に解き明かしたのが、20世紀を代表する科学者、アルベルト・アインシュタインでした。彼の言葉によれば、質量を持つものは重力を引き起こすとされています。アインシュタインの理論では、重力は空間の湾曲により生じると考えられています。例えばふかふかのマットレスを考えてみてください。重いものをその上に置くと、その部分が沈むでしょう。近くに小物を置くと、その小物は沈んだ部分へと滑り落ちます。これが重力の作用の一つの例です。この視点から、私たちもただ存在するだけで空間を湾曲させ、重力を生み出しているのです。しかしこの湾曲は非常に微小で、普段の生活には感じることはできません。現在このアインシュタインの理論が最も信頼性のあるものとして扱われています。重力の起源やその影響をどのように解明していくのかは、時間や空間の理解と密接に関わっています。しかし時空そのものは概念でしかなく、具体的にはまだ理解しきれていない部分が多いのです。重力や時空といった目に見えない存在を追求するのは、まるで神の領域に挑むかのようです。アインシュタインはこう述べました。時間と空間が歪むことで、その歪みが波として広がり、この波は高速で宇宙を駆け巡る。この歪みから生じる波を私たちは重力波と呼びます。しかしながら、重力波の力は非常に微弱だからこそ、星のような巨大な天体が起こす現象でしか検出することができなかったのです。この重力波の存在は1980年代には間接的、そして2015年に直接的に確認されることとなりました。さらに不思議なのは、重力波はあらゆる物質をすり抜け、時間が過ぎても宇宙の隅々に存在し続けると言われていること。実際に今まで観測された重力波の中には、約13億年前に生じたものもあります。宇宙が生まれた瞬間にも重力波は生じていたとされ、それを原始重力波と呼んでいます。この原始重力波が今もどこかの宇宙で存在し続けていると信じられていますが、確認の手がついていないのが現状です。しかし、もし原始重力波が観測されたら、宇宙の誕生時の様子やその後の変遷を知る手がかりになるでしょう。一方で、私たちの宇宙のすべてはわずか4つの基本的な力によって成り立っています。それは電磁気力、弱い力、強い力、そして重力です。この中で重力だけが現在の理論で完全には説明できていない。この事実が科学の理論全体を覆しかねないのです。それを乗り越えるため、新しい理論が求められています。それが量子重力論。しかしこの理論もまた完成には至っていません。その中でも特に注目されているのが超弦理論。
すべての物質が微細な紐によって構成され、その紐の振動や状態が素粒子を形成するという理論です。この理論によれば重力の謎も解明されると期待されていますが、まだまだ研究は途上です。実際重力は4つの基本的な力の中で最も微弱です。私たちが通常考える重力に関連する現象はとても微弱で、現在の技術では確認できないほどです。そのため重力に関する根本的な理解はまだ多くの不明点を持っています。ここでちょっと考えてみてください。冷蔵庫に磁石をつけたとき、磁石は落ちません。この小さな磁石は重力よりも強力な磁気力、つまり電磁気力によって支えられています。地球という巨大な存在にもかかわらず、小さな磁石の力でさえ重力を超えてしまいます。このような微弱さは驚くべきことです。科学者たちはこの力の弱さについて積極的に研究を行っていますが、なぜ重力がこれほど弱いのかはまだ不明です。4つの基本的な力の中には弱い力というものがありますが、その名前に反して実際には重力よりもはるかに強いのです。重力は宇宙の構造や太陽系を維持する鍵となる力ですが、他の力と比べても非常に微弱です。この矛盾が重力の謎をより深くしています。もし重力が他の力と同じくらいの強さだったら話は違っていたかもしれません。一部の科学者は重力は別次元から漏れてくる力かもしれないという仮説を立てています。そのためこの力の大部分は別の場所に存在するのではないかとも考えられています。しかしながら重力波の観測からこれ以上の次元は存在しないという可能性が強まっています。他の3つの力は基地の素粒子を介して作用することが確認されています。重力も同様に素粒子を介して作用すると考えられていますが、そのような素粒子はまだ発見されていません。重力を量子理論に適用するためにはこの素粒子が不可欠です。この理論の中で提唱されているのが重力子という仮説上の素粒子です。この重力子はまだ確認されておらず、その存在を証明するのは非常に難しいとされています。しかしもしこの謎が解明されれば、ブラックホールや宇宙の他の未解明な部分の鍵となるでしょう。人類は歴史を通じて未知のものに挑戦し続けてきました。重力の謎もいつか解明されるその日を楽しみに待ちましょう。最後に、そもそも重力は存在しないのではないかというびっくりするような議論をお伝えします。ここまでの内容から重力がどれほどの謎を持っているかを感じ取っていただけたでしょう。多くの不明点があるため、実際には重力という力自体が存在しているのかを疑う声も上がっています。2009年、オランダの物理学者であるエリック・バーリンデ氏は驚くべき声明を出しました。重力は本来存在しないが、ある種の過程の副産物として現れるというのです。彼は、私たちが重力として解釈している現象は実際にはそのような固有の力ではないという論文を公開しました。この主張は何世紀にもわたって確立されてきた重力の常識に挑むものだったため、大きな反響を呼びました。しかし2016年の一つの実験結果が、この新しい仮説とアインシュタインの理論が驚くほど合致していることを示しました。この発見は全世界で大きな注目を集めました。特にこの理論は宇宙におけるダークマターという未解明な存在を考慮せずに成立するものでした。ダークマターとは、実際には重量があるが観測することができない宇宙の謎の物質のことを指します。この新しい仮説が今までの未解明の問題を解決する鍵となるかもしれません。この理論はまだ初期段階で、様々な実験や検証が必要ですが、私たちの科学の理解が進化し続けていることは明らかです。学校で学ぶ内容はすでに確立された事実が中心ですが、まだ解明されていない謎に触れることは
非常に刺激的だと思います。このような興味深いテーマをこれからもお届けしていきます。もしまだチャンネル登録していない方は、ぜひとも登録をお願いします。そしてあなたの感じたことや思ったことをコメントでシェアしてください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。